内100キロマラソンに挑戦します。で全部の優しさを受けようとしたらもう7,000枚、8,000枚近く、投資のことを考えたら、出さんとあかんということですね。まあ一回も勝ってないからね我々。わ当たるんかい。54,2,000円。ちょっとカニ歩いてみようか。回数のちょっと少ないだろうか。はい、というわけで22ゲーム、総投資2本でいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで単発102枚でした。ちょっと、何ゲームかだけ回して様子見たいと思います。もったいないなぁ。はい、3月22日に決行とマラソン BB スタートの BB レジェンドスタートの BB レジェンド戻り、3月22日スタートの、一応撮影時間は27時間見てるそうです。27時間。そうな、もうな、こんなん言うたらあかんやけど、やらせにせえや。何ガチで27時間抑えとんねん。いや、27時間。もうマジかよ。ただちょっと不安なのが、本当に27時間でいけるのかっていう。27時間でいけるんすか、計算上。だから大体1時間 3. 点何キロとかそのぐらいだよね。4キロいかないぐらい。途中絶対小倉帰り起こしたりとか。あ、4キロじゃあ4キロ走ればいけるか。だからどっちかはだから常に、27時間常に動き続けてなきゃダメってことだよね。そういうことですね。止まったらもうその瞬間止まっちゃったらね、2人とも止まっちゃったらアウトってことです、ね、時間内のゴールは難しくなるんじゃなかろうかという中で、ちょっとあらかじめ言っときます。心優しい方がですね、もしかしたらその我々をゴールで猫を迎えてくれるんじゃないかと思ってたんですけど、これね、冷静に考えるとね、ゴールの時間が全く読めないんだよね。これはなんで我々も勝手にやりますと。なるほど。いう、ああスタート地点でお見送りで、そこで仮にね、仮にそこで差し入れでスポーツウェアとかスポーツシューズが来たらどうするんですか。俺大丈夫、そう多分ある程度の。ゆうこさんに仕込んどこかな、あいつ顔パレとらへんし、応援に来た人みたいな。やらせやらせはゆるさん。結構みんな朝から、まあ絆はまあなんとなく分かるけど、マイジャグとかほんと行くんすよね。もう満台かな、あれ満台ぐらいな感じかな。だからまあ分かりやすいところに分かりやすく設定を使ってくれてるってことなんだろうね。一発目の天国を引っ張ってくるところまでに、まあそもそもどのぐらいかかるのか。前の置き時だと、まあせいぜいだから朝乗ってる時だったらまあ2枚以内ぐらいに引っかかってくれるといいなっていうか、引っかかってくれないと逆に困っちゃうんだけど、ただ今回ね、ぶっちゃけ1000枚ぐらい持ってると結構ね、粘れちゃう感覚はある。だからまあ出る分に関しては遜色ないと思ってるんで、
まあ、だいぶだから遊びやすくなってますよ、うん、前の置き時計打ってたから余計思うのかもしれないけど、で一応初当たり自体は、まあ、より軽くなってますんでね、だからコイン持つと初当たりが軽くなりました。でモード移行とか その細かい数字は出てないんですけど、まあ、で初当たりがレギュラー、ほぼレギュラーってなって、あとプラス天井が深くなった。前1000ゲームだったけど今回一応1280になりましたんで、まあその辺かな、ここら変更点っていうと、まあどっちにもね、そのいい部分があるし、どっちにもその抑えられた、まあ、抑えられたっていうか、うん、だからまあコーツつけがたいっちゃコーツつけがたいんだけど、遊びやすいなこっち。まあ2万円までに持ち玉になればどうにかなるよ。これまだ詳しいことがよく分かってないんですけど、前回の置き時の時って朝そのチャンスモードっていうその設定変更の専用モードみたいなのがあったんですよね。だいたい設定変更の3回に1回かで行くモードがあったんですけど、今回ねどうやらそれがないんだよね。ただまあ設定変更でモード移行抽選はされるんじゃないかと、まあ、リセットされるっていうのかな。だからそれが、ま、前の置き時の、ね、例に従うと天国以外のモードのどっかに取り上げられるんじゃないかと思われるんですけど、まあね、どうなんだろうね、その要は天国準備とか、今回だと、まあ、あ、まあでもまあ天国準備っていうのがそうか、新しく入ったのでいうとそのぐらいか。とあと、まあ、早い当たりは期待できるモードっていう意味では引き戻しモードの天国じゃないや、ドキドキとかの後に行くやつ、あ違う、天国の後か、あとまあドキドキの後だと保証モードか、まあ、保証モードはまあ32ゲームに当たるんですけど、引き戻しモードはまあ普通に初当たり確率アップと、で天井が浅いということになってるんじゃないかと思われるんですけど、それ以外に初当たりがの確率がこう前後するモードっていうのが分かってないんで、まあね、これ不思議とね、朝見てるとね、自分も経験なんだけど、まあ、さっきの1台目とかも、まあ、一応早かったっちゃ早かったじゃない、あれはだからたまたまなのかなんなのかよく分かんないけどね、よく見かけんだよね。じゃあそれをだからリセット挙動とは別に見てないんですけど、たまたまだろうと、要はそのそれに相当するような、まあ、前の置き時に相当するチャンスモード的なのが今回用意されてないんで、じゃあちょっと予想しかねるところでもあるんだけど、わっは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 、さすがにテンハ行きましたね、一発で、55アレステンハの時です。これでね、2号路ぐらいまでパンと稼げたら、お、おー、うまい、おー、うまい、これで2号路まで行きましたね、素晴らしい。超上手やった。ただしゃべチャレンジは青文字だね。301アベス、一応電車入ってないか確認しておきます。
わあ。306アメシ中段チェリー。今ベル揃いで LED の色が違いましたね。テンハイクですよね。黄色、帯が黄色。結局ここまで持ってこられるの、ごめんなさい、スイカです。結局ここまで持ってこされるのかよ。527ベース、テンハですね。これおそらく取りこぼしたスイカからややこしたなんでここで来んねん。はい、75アベスで、アベスチャレンジ602安倍氏。どう思いますね。むちゃややこない。なんか B まで回さなきゃいけない気もしますね。あ、これ520のところで全長なかったっぽいじゃないですか。回しましょうか。896でしたっけ。まあ、下手っすね。カッコつけて、カッコつけてなんかあんなことしようと思ったこれえぐないっすか。笑うわ。はい、なんかもういろいろ言ってましたけどもわけわからんので、もうとりあえず896まで回した方がええと思うんで回します。こんなもん捨てられっかよ。あ、でもはい、なんやかんや言うてる間に800アベシ到達ですね。ちょっとね、500アベシ台のゾーンのところをね、絶妙にこう天下でカットされてあれですけど、まあまあまあ、もろもろの挙動と状況と見てて、800のゾーンまでは回した方がエンチャンあるかと思ってここまで追ってきましたけども、ここで当たらんかったらね、もうゲロ吐きますよ、こんなもん。一番やったがミスですからね。なさそうですね。一応これ、後前兆なんで898アベシぐらいかまで状況を追いたいと思います。奇跡のワンチャンがあるんでね。ナイス、モード B 抜けました。隣の台に移りたいと思います。はい、というわけで、まあ、もうおそらく前立間違いないでしょうから、こちらの北斗の拳転生、今が28アベシ回ってるやつ、これ2頃まで回していきたいと思います。わはい、2枚目。これ運命の2枚目だからね、これ。この辺で決着をつけないとダメ。これまさかとは思うけど、これのっけから天井とかある？805、805、17000円。
あ、問題はここからだよ。お願い。よし。ああ、終わった。いやー、これは終わった。これは本当に終わった。よーし、8連ぐらい射す。今日は前の置き止め釘もそうだけど、もうここで決まりますんでね、出るか出ないかもう行動行こう。で今16ゲームなんですけど、意外とね、なんか前のに比べると20ゲーム台とか結の方がね、なんか増えてるような気がする。はい、いや、いけるいける。これ7、7、7、はい、いや、終わんなきゃいい。わっ、終わすんだ。熱そうですよ、行きます。いやー、マジかよ。いや、待て、あ、よしよしよし、おる。うわーかー、マジかー。おい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 、終わった、終わった、よかった。はい、250アベシ、ちょうど20本当選いたしました、よかった。むちゃ席出るんですよ、驚いたら。あー、よかった。で緑オーラいきます。もったいないな、中段チェリー。はい、勝負玉4つで一発目いきます。巻いちゃうねん、挑発。バカ。
分156枚でした。いやね、腹立つな。食えよおじさん。この夢の最中にあれし10だ。ただこれ多分ジャックチェリーから行きましたよね。ジャックチェリーからって確か設定差あったはずなんで、まあ手足なんやねんという話なんですけど、まあでもまさに見頃までは後半と、はい、90アベスで、アベスチャレンジ103。228アベシー発展ですね。あーさあそうですね、大丈夫、あまり良くはないですね。今もう投資が23本いってるんで。23本、え、後ろさんどうですか。まあプラスぐらいのとこまでまあ、まあ、ちょっと見えた。プラスにはなってるんですか。なりそう。え、結構いい感じなんですか今日のことか。まだ一発でハマったけど。え、天国にはポンポンって飛んでる感じですか。一発あった。あ、マジか。うわちょっときついですね。初め前代にセットやったんでちょっといろいろ座ってる間に、で今もなんかちょっと今も僕タイミングがむっちゃ悪くて、レア子役引くタイミングが時々空いてるよ。ちょっと冷静にもうちょい周り見ますわ。なさそうですね。はい、もうちょっとね、もう何でもうんともすんとも言わないので、もう話ならので、もうこれ飽きません。やめます。はい、やめて他の台探します。マグマギも見切られてますな。今からゴッドか。いやまあでも出玉速度とか出玉性能考えたら今もうこれ設置機種見てたらゴッドなのかな。ゴッド行きます。こいつ行きます。ゴッド、いや来てるな。あ、なんかおっしゃったね。よしよし、まあ、大丈夫だろうとは思ってもね、ヒヤッとはするよね、これぐらい回ると。あっ、ほら、ぼよよよってた。いや、次も大丈夫。31、ラスト。うめぇ。ほら、でもまたいつもと違う光り方。よし。いや、来たな。お当たってましたね、やっぱザワついてたんで。あら、あれまさか当たってましたねっていうか、え、赤7、ちょっと全長入ってない、これ全長入ってないね。